マイケル・ジューダスのリングネームで知られるマイケル・コールは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州シャーロット出身。1999年、ミカル・アドリアンのリングネームで、プロレスラーデビューを果たし、アメリカ南東部を拠点とするインディー団体で経験を積む。2002年、ジョージア州を拠点とする NWA、加盟団体である、NWA ワイルドサイドに入団。 10月より、スコッティスムーズとスインガーズインクなるタッグチームを結成して活動。2004年3月、新たに NWA 加盟団体として旗揚げしたポニ参戦。5月22日、初代ポヘビー級王者決定一致トーナメントに出場し、決勝まで勝ち進み、アズライルに勝利してポヘビー級王座を退官した。6月には、ティエネの 前座番組であるエクスプロージョンに出場するようになり、8月28日に、アビスと対戦するが敗戦した。2005年5月、NWA ワイルドサイドの崩壊とともに、新設された NWA アナーキーへと移籍。7月30日、NWA アナーキーホスタイルエンバイロメントにて、NWA アナーキーヘビーキ級王座を保持するレインマンに挑戦し、 最後にアシストスーサイドを決めて勝利し、ベルトをダッシュした。2006年7月、プエルトリコを拠点とする団体である岩へ単身、修行へと向かう。参戦の際に、岩のオーナーであり元 WWF 出身であったサビオベガにアドバイスを求めたところ、回帰検出際ギミックを提案され、これに快楽して、リングネームをマイケル・ジューダスへと変更。同月29日、 岩プエルトリコヘビー級王座を保持するライトニングに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。王座ダッシュ後、岩のトップの一人として、順風満帆な一年間を送る。アメリカ帰国後、2007年9月に NWA アナーキーへ復帰すると、トップとしての待遇を受けて、フィルシャッターとの交想を展開。2009年2月14日、ノースカロライナ州を拠点とする。 NWA 団体の NWA シャーロットに参戦。ライアン・オライリーと NWA アナーキーで構想を展開したシャッターと3なる回帰派トリオユニットを結成。5月30日、タッグトーナメントであるクイーンシティタッグチームクラシック2009に出場し、2回戦でスカルクラッシャーズとの試合前に3人で襲撃を行うと事態の収拾がつかない。 大乱戦へと発展し、両チーム失格となった。2010年6月、ティエネインパクトにて、ジューダスと共にティエネのセキュリティガードとしてデビュー。7月8日、リングネームをマーフィー、シャッターはガンナーへと変更して、マット・モーガンと共に、ジェフ・ハーディーミスター・アンダーソンを襲撃し、ヒールターン。しかし、ガンナーと共にストーリーラインから外されてしまう。 11月7日、PPV である、ターニングポイントのジャレット VS ジョーの試合にて、介入し、ジャレットの勝利に貢献。同月11日、ガンナーと共に復帰し、ジョーとハンディキャップマッチを行うが敗戦。ジョーとジャレットの構想終了後は、ジャレットの勧誘により、一大ユニットである、インモータルに加入。2011年1月5日、エクスプロージョンにて、 インクインクと対戦して勝利し、ガンナーとのタックでティエネ初勝利を挙げた。しかし、活躍するガンナーとは違い苦戦が続き5月5日、インモータルで、敗者はユニットから追放となるルーザーリーブズ、インモータルマッチで、ロブテリーと対戦して敗戦し、追放となった。インモータル追放後は出番がなくなり10月13日に、ティエネから解雇となった。ありがとうございます。